三浦の機動力を買う。素直に三浦、高橋、ススタで良さそう。三浦が人気しているので、三浦が頭でなければ結構つく。高橋が頭で三浦2着でもそこそこつくし、それでもいい。北日本勢が取っていくのか、いや2番の浦野も粘りました。2番手が並走になってきまして、最後方で6番の小林が足を貯めてチャンスを待つようです。残りあと1周回です。マイペースに持ち込んでいくのが1番の三浦亮、2番手以下もつれています。番手の並走になっていますが、2番の浦野と7番の高橋、ここもつれまして、1番の三浦亮の後ろがもつれまして、7番高橋がここは追っていきますが、2番浦野が下がりました。交代中です。3コーナーから4コーナーへ、ここはラインで1番の三浦、7番の高橋潤が2番手、3番手では4番片山を追ってくる直線コース。1番の三浦亮もしかしてゴール。加藤野の逃げ切り濃厚なレース。後ろの下がら、岡田の福島勢も加藤野が逃げる限りは問題なく追走できるだろう。逃げなかった場合は考えない。今ジャンが鳴っていきます。さあ一旦出して1番の加藤野拓磨は3番手から巻き返す競争に変わっていきます。今日も先行していくか、5番鏡聡、2番手追走3番の鈴木純ですが、2番の岡田大門も来ました。ちょっと混戦模様ですが、前に変わったのは2番の岡田大門です。7番車長尾が追って主導権取っていますのは中部近畿勢。この後ろから1番の加藤野が追っていますが、最終バック加藤野拓磨が一気にまくり返してきました。逃げていますのは2番の岡田大門ですが、1番加藤野が短期になって迫ってくる。後ろ離れますが、懸命に4番の坂田も追ってくるか。6番車の岡田哲夫、直線捉え切った1番の加藤野先頭、連勝の2番の谷口の優位は動きそうになく、問題はその後ろがどうなるか。次に力があるのは梶原だろうが、どうも不安。このレースでも積極性に欠ける場合は福岡コンビが飛ぶかも。福岡両者候補位置です。ジャンが入って2センターから4コーナー、5番の竹村先行体制入ります。番手は6番の松本、1番の谷内は3番手を追走、そのマークは4番の木名、7番の船本5番手、2番の梶原、そして3番の河原、縦1列2コーナーカーブします。3番手から1番の谷内がまくりを放っていきました。4番の木名をついてぐんぐんまくるが、後ろは離れた。1番の谷内は単独の仕掛けになりまして、番手切り替えて6番の松本が出ていく。4番の木名は3番手、4コーナー待ってきました。1番の谷内、その後ろを追っていますのは6番松本、1番谷内を仕切った。ここは坂田の機動力に乗る白井で勝負。人気は分散しており、白井から3連複で広めに流す。尾形の後ろで人気している岩橋だけは外してみる。先に動いてきた2番の岩崎大和、この人が別線に絡んでいくかどうか。前にいるのは3番の坂田学、坂田が先頭、その後ろが並走になってきています。5番の白井と2番の岩崎、2番手が並走になっています。ここは2番の岩崎大和が番手勝負。5番の白井との並走になっていますが、白井和樹がここはこらえていますが、並走をもつれている。さあここは2番の岩崎大和が番手奪い取っている。先行は3番の坂田学、最終バック先頭。さあ後方から一気に1番の尾形剛がまくってくる。3コーナー通過ですが、先頭は3番の坂田学、追ってくるのは2番の岩崎大和、その後は1番の尾形も食い下がって直線コース。最後は今岩崎大和が追い込んで、初日はいまいちだった長田だが、ここはラインも3車亀井に乗り90点台の力を見せてくれるはず。今回は外したが、コーラも怖い。様子を睨んでおります。そして後方下げて6番は小浦凪、コーラも一気に行く足を持っていますが、今打賞 A 級の準決勝ライン3分線で4番の亀井がペースを握っています。4番の亀井久幸、別線警戒していますが、一気に6番の小浦凪、中部近畿勢がかましていくようです。残り1周回、思い切って6番の小浦先行です。番手を回っていくのが今の坂本忠宏です。その後3番手からが4番の亀井、一方の3番福田博は後方に下がっています。最終バックを通過、飛ばすのは6番の小浦凪。番手回りチャンスは2番の坂本が待っていますが、あとは4番の亀井、さらに急接近3番の福田博、5番は鎌田、直線コース。最後はどうでしょうか、2番の坂本が追い込んで先頭に変わってゴール。
ジョーの前日のレースは展開以上にいい感じだった。前日の感じならジョー、高橋が一番優位。もちろん、緑川、山口のラインも怖い。その別戦は2番のジョー幸弘、関東勢が人気になっています。内側では7番の国井勇気、今3番手以下が並走になっています。さあ、それを尻目に3番の緑川周平が今日準決勝は先行勝負になります。さあ、好位取り合っていますが、2番のジョー、7番の国井、3番手以下が並走で南関東勢、そして関東勢並んでいますが、2番のジョー幸弘がここはこらえて3番手からまくっていくか。最終バックを通過、7番の国井が一歩遅れました。3コーナー通過、先行は3番の緑川周平、番手4番の山口慎吾マークですが、2番のジョー幸弘がじわりとまくってくる直線コース。さあ、粘る3番の緑川、粘って粘り込んで粘って前日も良かった鈴木の連勝に期待する。後ろの山崎も逆転は十分に狙える。3連複で鈴木、山崎から村上と篠原へ。後からが2番の鈴木亮介、今3番手に変わっています。後方が中部勢、4番の篠原も前に行くかどうか。篠原が切り込んできました。そして2番の鈴木発進です。打勝で一気に福島勢、2番の鈴木亮介、今日もしっかり動いていくようです。その番手を追っていくのは3番の山崎司。あと混戦模様ですが、4番の篠原忍も上がってきました。さあ、 2,3 番手ちょっと固まってきていますが、3番の山崎が番手を回っている。その後追ってくるのは4番の篠原と1番の村上、6番の佐野京太交代です。最終3コーナー、前は逃げる2番の鈴木亮介、番手まで食い下がって3番の山崎司。その後あいつで持ってくる4番の篠原と1番の村上、直線コース。2番の鈴木が先頭、押し切って5位、力強く2番の鈴木亮介です。